はようございます。えのき商店です。今日はクラフトジン木の実のご紹介をいたします。木の実はですね、京都で作られているジンでですね、日本の原料もこの中で使われています。例えばですね、柚子とかであったり、緑茶であったり、山椒であったり、そういったものが使われていて、仕上がり自体が割とジャパニーズな感じになっています。近年ジンがブームを来ていますので、ぜひ一度飲んでいただきたいクラフトジンです。お求めはえのき商店の公式ネットショップでお買い求めいただけます。